エドワード・ジョニアは、イギリス・イングランドの探検家。オーストラリア大陸を陸路東派し、コーネームアジャマイカなどの植民地総督を務めた。オーストラリア南部のエアコエア半島、エア川、エアハイウェイ、ニュージーランドのカンタベリー地方にあるエアトンと、ウェストエアトンの村々は、彼の功績を検証して名付けられた。ベッドフォードシャーのウィップスネードに生まれる。 生後間もなくヨークシャーの法ン寺院に移り、当地で洗礼を受けた。父はアンソニー・ウィリアム・エア氏、母はサラ。ラウスとセドバーグのグラマースクールを修了後、大学進学ではなく、軍隊に入るためシドニーに渡る。下宿先の紳士と絆を育み、18歳を迎える1ヶ月、前に子羊400頭を購入した。南オーストラリア州が成立すると、 羊戦闘と家畜600頭をニューサウスウェールズ州もナロからアデレードに転売し大きな利益を上げた。これを元手にエアは南オーストラリア奥地への遠征を計画し北のフリンダーズ山地へ向かうハンとセドナ異性を目指す藩を組んだ。アボリジニのウィリーと共にグレートオーストラリアワンいをヨーロッパ人として初めて横断し、 その旅路は西オーストラリア州アルバニーまでの2000マイルに及んだ。探検隊にはジョン・バクスターと3人のアボリジニも含まれていたが、アボリジニのうちの2人がバクスターを死なせた上、補給品を奪い去ってしまったため、エアとウィリーだけがロシター湾でフランスの捕鯨船に救助された。なお、ロシター湾の名はこの捕鯨船のロシテール船長にちなむ。エアは、 南オーストラリア州内陸部とニューサウスウェールズ州も探検し、アボリジニと入植者との境界線をマレー側とすることに助力した。1843年には困難な状況の下でオーストラリア大陸各地の探検を行ったとして、王立地理学会から金メダルを受賞した。1848年から1853年まで、エアはジョージ・グレー卿の下で、 ニュージーランドニューマンスター州の副総督を務めた。1850年には、ジョン・デイビス・オーモンドの姉か妹である、アデレード・オーモンドと結婚した。1854年からは、カリブ海の諸植民地の総督を務めた。植民地総督として、エアは1865年のジャマイカ事件を徹底的に弾圧した。その過程で、多くの黒人、オザクミノリが殺され、 無知で撃たれた。また、判乱に関与した疑いで、今月の植民地議会議員、ジョージ・ウィリアム・ゴードンが処刑された。この対応はイギリスで大問題となり、ゴードン殺害容疑で、エアの逮捕及び裁判要求が出された。ジョン・スチュアート・ミルは、イギリスの巧妙な左派知識人と共に、ジャマイカ委員会を立ち上げ、彼の卒業を求めた。 一方、トーマス・カーライルは、エアは秩序を取り戻すため適切に行動していたとして、彼を擁護、別の委員会を組織した。カーライルの支持者には、ジョン・ラスキン、チャールズ・キングズリー、チャールズ・ディケンズ、アルフレッド・テニスンが名を連ねた。結局、エアは、殺人容疑で二度起訴されたが、それ以上ことは進行しなかった。1970年、オーストラリア郵便公社は、 彼の肖像切手を発行した。ありがとうございます。